富樫から打ってきた、入った、に対してサイド左足奪った、おまたロングシュート打った、これはどうだ、決まった。セカンドボール、黒崎、瀬沼、後ろ佐藤氏をいますがファールなし。シゲ大丈夫か、倒れています。中央で受けた西矢、そしてトカチ、トカチコースはあるかどうか、トカチから打ってきた、入った、ディフェンスに当たってコースが変わった。栃木先制点、トカチ58分、今年の栃木 SC 初ゴールは。受けてからやっぱりシュートまでのイメージしっかり持ってる選手なので、まあ、思い切って打ったことがやっぱりゴールにつながりましたね。西矢に当たったんですね。西矢に当たったんですか。さあ、幅を取った小島を使います。小島から田中俊也、中央には深堀が入っていますが、マイナスのパスを選択して、岩上、そして中央を流して、外から来たぞ、シュート、来た、先制、山本は群馬、見事な崩し、幅をよく使って最後は左サイドから山根とは、でそこからもう逆サイドで、まあ、高い位置ですか、これも見てますよね、まあ、シュートしてくださいというボールで、まあ、インサイドで合わせてニアですか、はい、ニア気味なのかな、もう完全にこう味方が見えてうまく4人絡んだシュートだったと思いますね。伸びてくるボール、トネラダマ、宮市、大外合わせた宮市、岩手先制、26分、クラブの J2 ファーストゴールは開幕スタメン宮市剛の右足から。宮市選手以外の選手が相手の千葉の選手を引きつけましたから、はい、まあ、これはかなり練習してきたんじゃないかなと思いますね、はい。高い位置で奪いました、足元くれという斉藤に対して、斉藤左足、先制点、横浜 FC、 いや来た、これはめっちゃいいシュートやな、抑えの効いたコントロールもしっかりと決まったシュート、うん、開幕戦ホーム横浜 FC 先制。褒めるだけの男ですね。ここでちょっとね、ただこれ長谷川がいい位置で、ね、奪いましたね。いやいや素晴らしかったですよ、高い選手からしっかりと、はい、そしてこの角度です、はい、もうこれね、トラップするときにもうゴール向かってますから、トラップでまず前に行って、もう打つぞという形で、まあ、ちょっと浮いたんですけど、はい、それがまたいい形に、いいシュートに逆になりましたよね、いやー、鮮やか、三上雄太選手もいい反応してたんですけど、はい、持ち味のドリブルをどう見せるか、一旦下げて中塩、いいワンタッチで斉藤浩介入れた、足元シュートは押し込んだ、押し込みました、うん、横浜に帰ってき ました、ね、18番の小川幸喜、ここに入った時点で、はい、ここ斉藤選手が走り出したんですよ。そうなんですよね、でこれで打っていけると思ったんで、ただこの小川選手も最後ね、 トラップから小川選手からクロスでシュート打ったんですけど、はい、最初足元止まってしまって、その後のシュートもそんなに強いシュートではなかったんですけど、中2枚しかいなかったですからね、川選手と富山選手、あの辺り横浜市は3人4人いたと、はい、矢島からのボール、いいシュート、ー決めました、茂木、いやー、よく決めましたね、難しいですよ今の、逆サイドから来たボールをヘディングで左側へ持っていきました。矢島選手がポジション変えたというところが出たかなというふうにも思いますし、まあ、そしてね、前半そこまで、はい、そうなんです、ここまで入ってこなかった、茂木後半で先ほどね、はい、1回裏で取ったのがありましたけども、うん、ようやく出てきたなというところだったんですが、まあ、この辺りね、富山選手が右に入りながら、まあ、その中で中に入っていくというところで、茂木、はい、選手も前がこう空いて、そこからどういうふうに持っていくか、攻撃につなげていくかみたいなのが大事ですよね、はい、ゴールを決めた茂木、クロス、いい形で矢島、完璧なシュート、い
さにこのね何分かでこうなるわけですね。このあたりですよね、本当にプレッシャーかけた大宮に対して、まあ、この三幸選手のワンタッチも良かったですし、やはりこのあたり本当にセンスがあるというか、もう本当に、まあ、ごくわずかですよね、この逆足でこういうシュートが打てる選手っていうのは、それぐらい、そうですね、まあ、はい、横浜 FC アディショナルタイム勝ち越し、うん、まあまあやっぱりこうチームとしては、まあね、サポーターも含めてもう日本全国としては中村俊輔に蹴ってほしいという思いはありますけど、チームとしてはやっぱりこのグレーベが得点を決めるとフォワードが点を取ること、はい、このあと PK 上手いんでしょうね、そんな感じがします。これで勝ち越し、ここでしっかりディフェンス、キーパー見ながらしっかりとインコースにやっぱ決めましたから、ボックスの中には6人です。長崎中央へボール、クッとくら落ちてシュートまでいけるか、海洋センサー決まった、長崎先制、前半25分、新キャプテン海洋センサーのゴールで先制です。どうですかね、今シュートを打ったというよりも、はい、当たったというようなシュートになったんじゃないですかね、まあ、海洋も蹴りにはいってるんですけど ね、そこにちょうどボールが来てくれたといいますか、まあ、触ってなければ海洋選手が打てたと思いますし、まあ、ベルディの選手が触ったことによって、まあ、うまく海洋選手の足に当たったというようなゴールになりましたけど、ディフェンスライン180オーバーの3人も上がってきているが、逆サイドだ小池、熱いボールは決まったか、決まった、東京ヴェルディ同点、杉本です。よく当てましたね。前半37分、喜ぶ堀高文監督、いいボールですよね、まあ、おそらく小池選手は合わせたというよりも、うん、誰かに当たれば、何か当たればというようなボールだったと思いますし、うん、そこに対して杉本選手がフリーになってた中でよく頭で合わせたなと。高さでは分がある、そしてセットプレーが得意な山口です。高く上がったボール弾き返してこぼれ球拾ったのは山口、左利きの吉岡、対峙する阿部、橋本健人が中に放り込んだ、落としてこぼれ球、右足のシュート、こぼれ球決めたのは新加入の生駒仁、移籍後初ゴール。ね、競り合いを勝って、まあ、こぼれた後もね、ここ2枚いますので反応早くなりましたし、あとは、ね、コントロールが、まあ、コース変わってますね、山口ボールになってつながってますし、まあ、非常に状態いいですよね、はい、まあ、でも本人はね、前半かなり、うん、ターレットです、抜けてきてクロスに合わせた、決まった、いや、されましたかね、追いつきました、熊本、ターレスのクロスに高橋が合わせていきました、同点ゴール、熊本ですか、ね、オンゴールか、あー、どうでしょう、オンゴールですか、カードから柳、かわい、かわいのところ、甲府が奪うか、ウィリアン・リラ入った、1対1だ、ボックス内に入ってくるリラ、さあフォローが欲しい、個人で前を向く、リラからスルーして松本投げ、甲府先制、決めたのは松本凪、前半35分、甲府が先制です。本当にね、丁寧に松本選手はゴールに流し込みましたね。まあ岡山の選手もね、スライディングでなんとか阻止しようとしましたけどもね、なかなか難しかったようですね。まあまだね、そんなに変える必要はないと思いますし、まあゴールチャンスができていないわけです。ダブルしない、クロスが入る、ミリが決めたのは川本理央、すぐさま岡山のゲーム、今日ワントップに入っている川本がヘディングで決めました。いや、桂さん、ここ河合が粘って川本と、非常に丁寧なね、クロスでしたね。長いボールを蹴り込んでいく
すらしてチアゴ、チアゴ、チアゴ、そして決めた、田中雄大ルーキー決めました。チアゴが落として田中雄大、岡山1点リード。セットプレーの流れからチアゴから田中、思い切って蹴ったコースも良かったですね。ましての田中、ルーキー田中が J リーグ初ゴール。清原選手なんかが少しこうワイドを見るような、ね、感じになってるかもしれないですね、はい、さあチアゴ奪った、またロングシュート打った、これはどうだ、決まった、Like, subscribe, push notification.